今回のメンバーはこちらのコンビと4人のピン芸人たちです。はい、それでは参りましょう。それではレッツゴー。はい、それでは早速ね、声優コースの皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。そうですね。はい、それでは自己紹介のお願いします。はーい、アニメ声優コース2年山本拓也です。よろしくお願いします。お願いします。アニメ声優コース2年細谷春樹です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アニメ声優コース2年中野愛奈です。よろしくお願いします。お願いします。アニメ声優コース2年吉田由里です。よろしくお願いします。おお。これやね。アニメ声優コース担任の松井翔吾です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、早速ちょっと質問コーナーをね、そうですね、したいなと思いまして。はい、質問がある方手を挙げてください。はいはいはい、お願いします。はいはい、前に出てください。はい、まあ、皆さん声優コースということで、うん、声優を目指そうと思ったきっかけなんかを、はい、あ、あ、いいね。保育士の先生になりたくて、はい、なりたくて、で、それで、子供たちに絵本とか読み聞かせてるときにいろんなことで遊んでたら子供たちも喜んでくれて、はい、あ、楽しいな、人に喜んでもらうのが楽しいなと思って、ちょっと声優目指そうかなって思いました。いや、素晴らしいですね。本当に素晴らしいです。素晴らしいです。おい、おい、自分だけやってんの、やめろお前。素晴らしいです。ちょっと次お願いします。私、なんかはっきりとしたきっかけはないんですけど、もともと趣味で漫画とか小説とかの音楽がすごく好きで、そのままなんていうか演技にも興味を持って声優っていう職を知ってやりたいなって思いました。わ、素敵。おー、好きですね。おー、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 それガチャですよね。あれガチャやろ。はい、先生はもっと声優ということで。そうですね。はい、お話を聞きたいなと思います。お願いします。はい、僕はもともと10年ぐらい声優を、まあ、プロとしてやらせてもらってましたが、はい、まあ、僕も、ね、きっかけとしては、はい、ね、山寺宏一さんに憧れて、僕もあんな風になれたらなと思って目指しまして、はい、やってました。はい、かわいい。できない体験みたいな経験とかありますか？体験、はい、なんかありますか？この学校にはオープンキャンパスをするスタッフとかがあるんですけど、チャレキャンスタッフっていうんですけど、はい、そのチャレキャンスタッフとかになってると、さっき言ってたケンさんがアテレコの授業をしに来てくださる時にスタッフで入って一緒に直接指導してもらえるっていうのが、直接はやばいですね。まあ、マンツーマンですね。マンツーマンじゃなくてメンバーとか、どういうメンバー。ああ、そうそうそう、プロの技はもう直で見えるという。そうですね。すごいですね。そうなんですね。これはね、質問コーナーの時、ムグルマが暴行されるめちゃくちゃビビったもんだけど、直接はやばいですね。まあ、マンツーマンですね。マンツーマンじゃなくてメンバー。一瞬記憶飛んでみました。あ、それも分かったですね。あ、なるほど。はい、はい、あ、で、質問コーナーは以上です。はい、読み聞かせ対決。よいしょ。読み聞かせ対決、こちらは声優コースの皆さんが実際で授業によってやっているこの読み聞かせで対決したいと思います。お、はい、はい、じゃ先生の読み聞かせのポイントを教えてください。そうですね、読み聞かせは基本的に聞いてる人をイメージして、はい、なるべく伝わりやすい言葉で、あとはセリフと語りの部分はしっかりと分けるっていうことがポイントかなと思います。ね、言語チャンスですよ、これはもうポイント聞いたんで、ね、俺たち表現力には自信がある。そう、表現力は、ね、俺たちで言ったら、お客さんを意識して言ったらいいと思います。そう、わかりました。はい、で、判定は先生に行ってもらいたいと思います。勝ちますよ。はい、言語説明勝ちで、ね、
ね、はい、始まる。いきますか。1ページ交代していきますか。1ページごと交代して。矢田君どうした。いきますよ。はい、エンジン全開です、矢田さん。誰が分かんねえ、お前な。おばあさんが洗濯に行きました。おばあさん、太い声で洗濯していると、神川の方から、ドンブラコ、ドンブラコ、いいね、流れてくるではありませんか。あれ、まあ、なんて大きなものでしょう。持って帰っておじいさんと一緒にいただきましょう。おばあさん、大きな桃を買って家へ帰りました。おばあさんは夕ご飯の支度をしておじいさんの帰りを待っていました。ただいま。帰ってきたおじいさんは大きな桃を見てびっくりしました。なんと、これは驚いた。こんな大きな桃を見るのは初めてじゃ。それにしても、おいしそうじゃのう。おばあさんや、早速いただきましょう。おじいさんとおばあさんは、大変驚きました。でも、二人には子供がいなかったので、大喜びしました。これはきっと、子供が欲しいという、わしたちの願いを神様が聞き届けてくださったのじゃ。おじいさんとおばあさんは、男の子に桃太郎という名前をつけて、それは大切に育てました。桃から生まれた桃太郎はおばあさんが作ってくれるごちそうをたくさん食べてすくすく育ち力持ちの少年になりました。フリーさん、これ桃太郎がおじいさんを手伝って薪を割るのでおじいさんは山に焚き木を拾いに行かないで済むようになりました。おやら、孝君、親孝君の桃太郎のおかげで楽をさせてもらうのじゃ。ある日、都からやってきた薬売りが鬼の話をしました。鬼ヶ島から悪い鬼がやってきて家を壊して宝を奪ったり人々に乱暴をして都を荒らし回るのでみんな困っています。話を聞いた桃太郎は、悪い鬼たちだ、僕が退治してくる。おじいさんとおばあさんは早速鬼退治に行く。桃太郎のもこもこの支度にかかりそして力のつくきびだんごを作ります。このだんごは一つ食べると12匹、二つ食べると100人力、三つ食べると1000人力がつく不思議な団子です。気をつけていきなさい。おじいさんとおばあさんに、見送られ桃太郎は出発しました。はい、お願いしますよ。さあ、ゲームコースに負けてないよ。そうだね、感情しっかり表現力ね。はい、ありがとうございますね。はい、それでは先生、判定の方をお願いします。頑張ってくださいました、芸人の皆さんで。よし、はい、先生ちょっとお聞きしたいんですが、はい、一番良かった芸人って誰ですか。皆さんね、すごい頑張ってらっしゃったんで、もうすごい一人一人良かったんですけど、はい、一番最初にやられた彼と、やったとタピオカ君が、独自の表現をね、しっかりやってくれたので、ただやっぱりタピオカ君ちょっと、見た目的に僕性的に無理なんで、彼また疲れ、それはもう。また疲れ。
11月12日日曜日、なんばグランド花月地下1階のイエスシアターにて、吉本と方芸芸人によるお笑いライブの開催決定。吉本新喜劇の座長のスッチーさんや酒井雷さんをはじめとする吉本芸人が出演、爆笑必至のラフペディア、ぜひ見に来てください。会場でみんなで待ってます。